はい、どうも。小芝見ベースの汚ねえ部屋に住んでるまーちゃんです。本日もよろしくお願いいたします。今回はですね、このガスコンロのところについてるこういうパーツね、五徳っていうらしいんですけど、これが一番ね、ガスコンロの中でね、きれいにするのが一番大変なんですよ。それでね、まあ、前回もアップしたんですが、これをね、洗うってなるとね、いろいろ検索してみたんだけど、すごい手間で時間がかかるんですよ。それをね、超簡単にきれいにしちゃうっていうやり方を編み出したんで、それを紹介したいと思います。前回もね、紹介して、まあ、きれいになったんですけど、こういうところのテカテカしたね、コーティングね、これも削れちゃうんで、ちょっと性能面で心配してたんですが、いろいろ調べたら、これただ見た目だけのね、コーティングなんで関係ないっていうのが分かったんで、前回のやり方で全然 OK みたいなんで、ちょっとやり方をね、実践してみます。洗うよりはるかに時間がかからなくて綺麗になります。洗う場合はもうこの焦げてる部分はどうやってもプロでも落とせないみたいです。これもみんな落ちちゃいますんで、そのやり方を紹介したいと思います。まず用意するものね、こういう紙やすり120番とかね、400番とか、こういうのホームセンターに売ってますんで、1枚48円とかそのぐらいで、まあ使うのもね、こんなもんなんで、まあ10円もかけないで綺麗になっちゃうってことですね。これと紙やすりと水ね、水研ぎしちゃいます。で、これね、特に綺麗にする必要はありません。ささっと水洗いだけして、ちょっと油とかこういうとこついてても、ヤスリでもうみんな取れちゃいますんで、大丈夫です。簡単です。それではやっていきますよ。まずこれね、耐水ペーパーの120番、水に濡らして、もうこういうとこそのまんまこういう感じで、これでもう片面終わり。このやっぱりね、スピードが魅力ですね。綺麗になる紙やすりは。で、これね、ちょっと120で線がこう残っちゃうんで、私はこの線好きなんでこれでもうやめちゃうんですけど、もうちょっと磨きたい人は400番ぐらいのやつでもう一回軽く、これ番数上げてね、繰り返しやってるとどんどんピカピカになるんだけど、時間かかっちゃうと意味ないんで、これで仕上げちゃいます。はい、紙やすりで水研ぎね、10分ぐらい
やってね、もうこんな感じに綺麗になっちゃいますね。磨く前がこういう感じね。これね、こういうの専門にやってる人の記事とか読んだんですけど、写真見たり、結構めんどくさいんですよね。重曹につけたりとかね、専用のクレンザーで時間かけたりやってて、私もこういうの興味ないんですが、車のパーツをよく磨くもんで、たまたまね、紙やすりがあったんで磨いたらね、すごい綺麗になって、それでコーティングが剥げちゃうもんで、そこでちょっとね、皆様にはおすすめできませんって前回の動画で説明してたんですけど、あの後いろいろ調べたら、ステンレスだからね、磨いても関係ないんですって。だからこのやり方が一番早くて綺麗で、焦げてる部分も取れます。そこがやっぱり一番の魅力ですね、このやり方の。じゃあ、磨き方のポイントを、教えたいと思います。これ、紙やすりの120番、水につけて、この面はね、もう一瞬で折っちゃいますね。これ、いいですか？もうこんな感じでね、この面はもうね、すぐ折っちゃいます。で、やっぱりですね、この火が当たってて焦げてる部分、ここはやっぱりね、ちょっと力入れてコツがいりますね。ここはここんとこはね、もう本当適当にね、さささっとね、削っちゃうともうピカピカになっちゃうんだけど、ここはちょっと力入れて、ちょっとジャリジャリやるような感じで、もうこの焼き付きがステンレスのちょっと内側まで入っちゃってるんで、これを削るような感じで。こういう一番先端とことかはね、完全に綺麗にするには結構削らないとダメ。まあこれ落とそうと思えばね、完全に落ちるんだけどね、あんまり時間かかっちゃうんじゃ意味がないんで、もうパパパッとやって終わらせるにはそういう感じ。ここら辺はもうサササってやっちゃって、ここだけ力入れてやる感じでね。これでもうこういう感じになっちゃいますね。で、この筋嫌いな人はもっと番数上げてね、目の細かいやつでね、ちょっとさささっとねやると線が目立たなくなって輝きが出ますね、こういう感じに。今結構ね、私的にはこういう線入ってた方が好きなんですよ。これちょっとこういうアクセサリー、100円ショップで買ったやつかな、これ、わかんないけど、やっぱりこれもね、
横に線が入ってるんですよ。で、クロームシルバーみたいな感じな輝きで、メッキとはまた違った美しさがあるんですよね。そういう感じになりますね。ここもヤスリで削ると、この最初からコーティングしてあるメッキみたいな質感ではなくなっちゃいますけどね。こういうクロームシルバーみたいな感じに仕上がります。で、やっぱり洗うより全然早い。それが一番の魅力です。あと一般的によく使われてるね、こういうごとくね、黒いやつ。これね、私もこういうの全然興味なかったんですけど、この間磨いてあまりにも美しくなったんで、まあ、自分のやり方で間違ってると困るんでね、いろいろ調べてみたんですよ。そしたらね、もう素材が違うらしいんですよね。こっちはね、ステンレスで、前回も動画で実験でやったんだけど、磁石がとっつかなかったんですよ。それも調べたら、鉄にクロームが混ざってるステンレス、ステンレスにもいろいろ種類があって、それは磁石につくらしいんですよ。で、鉄にクロームとニッケルが入ってるステンレス、まあこのタイプ、これですね、は、まあ、磁石がつかないらしいです。まあ削る分にはね、どっちでも問題ないんで、まあ削っても大丈夫だっての調べて分かったんで、残りの2つも今やっちゃってます。まあだからステンレス限定のやり方ですね。で、こっちはね、ホーローって言ってね、鉄の上にガラスのなんかコーティングしてあるらしいんですよ。で、なんかここ黒くコーティングしてやってね、これはちょっとヤスリでやっちゃうとダメみたい。だからこれはね、こっちの方の洗い方はちょっと調べて やってください。ちょっと私もわかりません。でもね、そういうなんかキッチンのね、専門家みたいな人の記事読んだらね、やっぱりガスコンロっていうのはね、キッチンの中で一番隠せない場所なんで、この五徳が一番ね、見えちゃう、インテリアとして見えちゃう場所らしいんですよ。だからここを光らせておくだけで、キッチンのイメージがもう全然綺麗に見えちゃうっていうことで、それでまあね、こういうやり方を紹介してみました。あとなんかあるから、まあ、そんなとこですね。まあこういうクロームシルバーみたいな感じにするには、今私が言ったやり方が一番早く綺麗にできるやり方だと思います。少しでも参考になれば幸いです。それではまた。